皆さん、こんにちは。フクロウです。今回は、ハリーポッターの第一章完結をプレイしていきたいと思います。それでは、どうぞ。ということで、まあ、今から、私はね、ダンブルドア先生から罰を受けるみたいです。ただ、ローマンがね、どうやら暗号を解いたようです。氷の騎士が消えた階段の向こうでバンをしている。全くわからないですね。今これから夏休みになるみたいですね。ただ今から罰を受ける、つまり退学になるみたいなのでね、ローアンとはここでお別れみたいです。今、中庭にね、ダンブルドア先生が立っています。突然話を変えてくるんですよね。大事な決断をしなければならないとき、ここに来ると。だからまあ、大学を判断するときにここに来てるのかなと思っちゃいますよね。で、まあ、これは本当に悩んで、呪われた部屋なのか兄さんなのか聞きたいことはたくさんあったんですが、お兄さんをね、選択することにしました。まあ、教えてくれるのかわからないんですが、大学させる以外に選択肢がなかったという話をしています。どういうことがあったのかが全くわからないんですよね。きっととかしすぎましたからね。ただまあ、友達を救ったとか勇敢の声もあったということになります。ということでね、まさかの100点をもらえるということになっています。100点はありがとうございます、ダンブルドア先生ということになります。この後のフレーズがいいんですよね。我々の真の姿を形作るのは能力ではない、選択じゃということでね、なんか心に突き刺さるフレーズですよね。また来年にでも話そうということなんで、第2章が終わるまではダンブルドア先生と話せないという感じになってるみたいです。ということでね、無事退学になることはなくですね、これから最後のダンブルドア先生のお話を大広まで聞くことになります。でまあ、4位はハッフルパフと、で3位はスリザリン、2位がグリフィンドールということで、まさかの1位はレイブンクローということになります。ちなみにどういうルートを進んでもね、1位になるみたいなんですが、ここまで大変でしたね。まあ、結果はこのようになっています。最後の100点でね、大幅に逆転したということになります。ということで、これからね、第2章2年生に進んでいくということになっていきます。
皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。